皆さんこんばんは、ベビチューブの若菜です。私が買っていた市販のベビー用麦茶が生後1ヶ月からの記載があったので、お風呂上がりだけなんですが、だいたい生後2ヶ月くらいからあげてました。で、離乳食時期の生後6ヶ月くらいだと思うんですけど、赤ちゃん用の麦茶をね、買い忘れたことがあって、その時にお母さんから薄めてあげたらいいって言われたんですよ。でも私は、赤ちゃん用のものじゃないけど大丈夫なのかなって思ってネットで結構いろいろ調べたらいいらしくて、でもいくつか注意することもあって、大人と同じものをあげるときは一度煮出したもの、ね、沸騰させたものを使用することで、あとキンキンに冷やしたものは避ける。お腹壊しちゃうかもしれませんもんね。なので私は大人用の麦茶、もちろんあのノンカフェインのものと白湯を麦茶に対してだいたい3杯ぐらい入れて薄めてあげてました。1歳になったら食べられるこちら、お世話になっている方も多いのではないでしょうか。私もかなりお世話になりました。期間としてはだいたい1歳から2歳くらいまで使ってて、子供が集まる施設に行った時にお弁当でね、カレーを食べているお子さんがいて、あ、子供ってカレー好きですよねなんて会話から始まり、いろいろと話していく中で、うちは大人用のカレーに牛乳を足して食べやすいようにしてるよって情報を聞いて、そこからこっちの1歳からのカレーじゃなくて大人用のカレーを利用するようにうちはなりました。取り分けをねすることなく、あの一つのお鍋で調理ができればママの負担も減りますよね。カレーのみに関わらず、ベビーヨーグルトだったり赤ちゃん用のお菓子だったり、お子さんのね離乳食の進み具合とか状況を見ながら皆さんも進めていけたらいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。 SNS 関連は下の概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。